こんにちは、ミルモグです。いつも見ていただきありがとうございます。本日は群馬県明和町にあるメンビルダーズ有蔵さんに行ってみようと思います。到着しました。お昼時なので車は満車状態でした。私はバイクなので端の方に止めました。前々からとても気になっていてやっと来れました。店内に入ると女性の店員さんがベルでお呼びしますので、車の中でお待ちくださいとベルをもらいました。さすがに混んでいたのでこのシステムはありがたいです。どうやら3周年記念祭をやるみたいですね。普段でもとても混んでいるのにすごいことになりそうです。ベルをもらって、私はバイクなので前にある長椅子で待ちます。早くならないかな。他のお客様は車で待機です。メニューをもらったのでメニューチェックです。鶏さゆラーメン、そしてつけ麺がメインですかね。混ぜそばなんかもあるみたい。昼の部、夜の部とあるみたいです。私はやはり濃厚系の有蔵ラーメンにしようと思います。ベルが待ち遠しい。やっとなりました。いざ入店です。昆布水つけ麺なんかもあるみたいですね。やはり人気ナンバーワンは有蔵ラーメンですね。私の好きなお酢もあるみたいです。楽しみ。店内はとても綺麗で清潔感があります。インテリア照明などもとてもいいです。空調もしっかりしていてとても落ち着きます。女性の店員さんが多いせいか、とてもきめささやかな接客です。有蔵ラーメンの到着です。私はトッピングに煮卵と黒麻油を注文しました。麻油をかけて旨味倍増です。濃厚が好きな方は、有蔵ラーメンとあったのでこちらを注文しました。鶏さゆの濃厚さと黒麻油の溶け込み、良さげです。スープは
濃いとローリ系ですね。チャーシューはホロホロ系のバラ肉タイプ。麺は中細そのストレート麺。スープによく絡みます。とても美味しいです。ここで私の大好きなお酢をかけて少しさっぱりと。これがまたたまりません。煮卵はやや半熟系です。これもまたとろりとしてて美味しいです。穂先メンマがまた柔らかい。おいしいです。チャーシューと絡めて麺すすり。間違いないおいしさです。美味しすぎて全部完食です。ごちそうさまでした。有蔵さん、とても美味しかったです。また来たいと思います。それでは皆さん、またさようなら。